はい、俗日本百名城三春城、三春城下町、ここは藩校の門が残ってるんですね。まあ、綺麗に、まあ、まあ当時のままかどうかわかりませんけど、かなり、古い感じでいい感じです。明徳門と書いてありますよね。指定文化財になってますから、非常に貴重なものだと思われます。ただ中がですね、学校用地になってますので、ここで移す分にはいいということは聞いてますけど、校庭の中とかね、反対側の中、敷地内の方にちょっと入ることができませんので、ちょっとこちらからの撮影になりますね。三春藩、藩校、表門と、まあ、主にですね、その藩校というんですが、当然江戸時代のお話になりますね。まあ、三春城の方でも話してますけども、江戸時代まで、幕末まで続いた三春藩ですから、まあ、最後というか途中から秋田市に変わってですね、まあ、以降は秋田市が治めていたという場所になります。その藩校があったと、まあ、学校とかね、割と城下町の場合はそのままお城の遺構をですね、まあ、役所とか、まあ、政務の関係しているものですとかね、まあ、ここも町立三春小学校と、名前いいですよね。私は東京の生まれなんであれなんですけど、こうね、三春っていう名前の小学校ですか、いいですよね。東京ですとね、第1とか第2とかちょっとね、そういう名前なんですけど、まあ学校の話してもしょうがないんですけど、これが門ですよね。そこの入り口のところまでしかちょっと入れないんですけど、まあ、かなりね、藩校の門とは言ってもかなりお城の門みたいな感じですよね。ちょっとこういう感じですよね。ちょっと後ろ向きで失礼します。屋根もね、こういう感じで、だからここはもう学校用地になってますんで、ちょっと立ち入れませんし、映すべきものもないですから。ここから三春城が見えますね。上の方にちょっと、はい、こういう場所になりますね。ちょっと上からなんとか映したいなと思っているのですが、少々お待ちください。なかなかのね、ビデオ撮影も大変ですよ。はい、ちなみにあそこに奥に見えるのが三春の滝桜、滝のようにですね、今冬なんで当然花はないんですけど、すごいんですよね、滝桜。ちょっと話逸れました。これは上から見たもんですよね。まあ色がですね、ちょっと画像と見た目は違うんですが、見た目の方が少し薄いというか、ちょっとテカリ感がない感じのものになります。でもかなりね、やっぱ文化財ですからね。いやー、もうちょっと春に来たくなりましたね。もちろん春のお祭りがあってですね、来たこともあるんですが、とにかくすごい人ですんで、お城も今日みたいに撮影はできないんでね、割と桜の時期を逆に避けてしまってるっていうこともちょっと問題あるんですけどね。市街地の中心地ですね。はい、藩校の門、明徳門でした。